年声のいくコナです。今から私がスクラッチで作ったハリくんのゲームについて紹介します。最初はハリくんの大冒険です。キャラクターを紹介します。ハリくんはこのハリくんシリーズの主人公です。このゲームでは右から出てくる障害物を避けるキャラクターです。続いて鍵、上を移動する障害物です。続いてほうき、下を移動する障害物です。続いてクリア鳥、ゲームクリアを教えてくれる鳥で、スコアが30になったらこのクリア鳥が出てきます。最後にオーバー鳥、ゲームオーバーを教えてくれる鳥で、鍵やほうきに当たるとこの鳥が出てきます。ゲームの説明をします。旗を押すと鍵やほうきが図のように右から左に動いてきます。ハリくんは鍵が来た時、上矢印キーを押すとジャンプをして避けることができます。ほうきが来た時、下矢印キーを押すとしゃがんで避けることができます。工夫したところは、ほうきと鍵の出てくる順番がバラバラになるようにしたところです。乱数とメッセージを使い、ほうきと鍵のプログラムがランダムに実行されるようにしました。続いてハリくんのキャッチゲームを紹介します。まずキャラクターの紹介。このハリくんシリーズの主人公のハリくんはコスチュームが違います。普通のコスチュームも違いますが、スコアがマイナスになる障害物に触れた時のコスチュームも変わります。ぜひチェックしてくださいね。続いてラブくん、ベルくん、風船、野菜サンドくんの杖、この4つの役職はラッキーアイテムで、ラブくんはプラス4点、ベルくん、風船、野菜サンドくんの杖はプラス2点です。続いてクラゲ、野菜サンドくん、動く卵。動く卵はレベルアップの時に新しく出てきます。役職はアンラッキーアイテムで、クラゲはマイナス5点、野菜サンドくんはマイナス3点、動く卵はマイナス6点。とても厄介なので注意してください。そしてひよこ、レベルアップを教えてくれる生まれたての鳥で、この鳥が出てくると動く卵が出てきます。そしてコウモリくん、ゲームクリアを教えてくれるコウモリで、このコウモリが出てくるとゲームクリアです。最後にオーバーおじさん、ゲームオーバーを教えてくれる人で、このおじさんが出てきたらゲームオーバーです。これでキャラクター紹介を終わります。ゲームの説明をします。旗を押すと上からキャラクターが落ちてくるので、ハリくんを左右に動かしてキャッチします。青丸のキャラクターはスコアが増えるけど、赤丸のキャラクターをキャッチするとスコアが減るので気をつけましょう。工夫したことは2つあります。1つはタイマーです。スコアを150点にするのは時間をかければできたので、タイマーをつけて少し難しくしました。もう一つはマイナスのスプライトに当たった時のハリくんのコスチュームを他のスプライトとコピーしてハリくんと合体させたことです。この2つのゲームを作って一番楽しかったところはキャラクターを作るところです。いろいろなスプライトを組み合わせて1つのキャラクターを作っていくと、キャラクター作りがどんどん楽しくなりました。またハリくんシリーズのゲームを作ってキャラクターを面白くしてみんなに遊んでもらいたいです。皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。